自画像ジョン・アボットは、イギリス生まれの昆虫学者、鳥類学者、博物画家である。アメリカ合衆国へ、博物学標本を集めるために移住し、多くの博物画を残した。生涯についてはあまり知られていない。ロンドンで生まれ、父親は法律を学ばせたが、昆虫学者のドリュードルリーに励まされて、昆虫学と美術に興味を持って、絵画や版画を、版画家のジェイコブ・ボンネアウに学んだ。 ドルリーと王立協会の博物学者のグループに絵の才能を認められて、バージニア植民地に博物学資料の採集と研究のために移住することを勧められた。バージニアには1773年から1775年の間住み、その後ジョージアの現在のスクリーブン群に移った。アメリカ独立戦争にはジョージア第三大陸部隊に兵卒として参加した。戦争後、 大役兵といって、数百エーカ冠の土地を受け取り、農園を作り、地方の学校の校長を務めた。数百の昆虫の図を描き、時には鳥類の図も描いた。現在残る大半は、ロンドンの自然史博物館、大英博物館、ハーバード大学、ジョーンズ・ホップキンス大学、サウスカロライナ大学、エモリー大学、アレクサンダー・ターンブル図書館にも、アボットの絵は保存されている。鳥 昆虫の標本はイギリスやヨーロッパに送られたが、かなりの数の標本は輸送中の船で失われたことに落胆したが、少なくとも1835年までは最終と図版の制作を続けた。アボット名義の著作としては、ジョージアの珍しい臨死目の自然史しかないが、この著作の主著者はジェームズ・エドワード・スミスである。この本には、アボットの原画を元にした104の図版が付けられた。 原画は、ジョンズ・ホプキンス大学に残されている。第一版は1797年に出版された。1829年から1837年の間、フランスの昆虫学者、ジャンバティスト・ボア・デュバルとアメリカの金持ちの博物学者、ジョン・イートン・ル・コントが出版した、北アメリカの昆虫の図鑑、イストワール・ジェネロレイ・イン・イコノグラフィー・デレピダプター水で、シャニール・スデール、 アメリークセプテンドトゥリーノルにもアボットの原画から作成された78の手、彩色版画の図が付けられた。これらの原画はサウスカロライナ大学に保存されている。130枚の鳥の水彩画のコレクションはスミソニアン協会に保存されている。アボットは植物の学名で命名者を示す場合にジョン・アボットを示すのに使われる。ありがとうございます。